水軍は東アジアの漢字文化圏における伝統的な水上兵力の書である。西洋、近代の軍事における海軍に相当するが、東洋の水軍においては河川や湖障における水上兵力の比重も大きい。水士、船士、船士とも言う。集団化、組織化すると海賊州、警護州、選手組、船頭などの湖障もある。水軍の故障は、 江戸時代以降に用いられるようになった表記であり、それ以前の古文書では海賊と呼ばれていた。海賊という名称には海の盗賊としてのネガティブなイメージが強いが、陸で武力を持った武士たちが政権の成立に至ったのに対し、海の武士団である海賊衆は権力を持たないままだったため、海賊の名称は無法者の意味がそのまま定着したとも言われる。そのため、 海賊は権力に組み込まれることを好まない独自性の強い立場であったが、戦国時代になって台頭した戦国大名に対して水軍力を提供できるほど組織化された海賊衆が水軍と呼ばれる。なお、歴史学者の宇田川武久は戦国大名に属する水軍について大名の直轄地から活動源となる土地を与えられた軍事集団と定義している。 また、県民戦を海賊の被害から守るため、室町幕府が別の海賊州に警護の役を課したことに由来して、戦国大名の水軍力としてその家臣にまで組み込まれた海賊州を警護州とすることが多い。また、戦手組は江戸幕府の職生としての水軍を指し、同時代の諸藩の水軍も同様に呼ばれていた。島国日本では、 隣国の朝鮮と同様に古代から沿海部に居住する海民が水上兵力として活躍した。古代大和政権の時代には日本の水軍を支えたのは安住部や海人部、つもりしといった海の士族たちであった。古代の日本においては国家の背骨は大阪湾、瀬戸内海にあり、木の川流域の騎士のように瀬戸内海に対する天然の良好を持ち、 後輩に木材産地を確保した大豪族も独自の水軍を持って活躍した。平安時代に入ると水上を輸送する干物を強奪する海賊の存在が歴史に現れる。上岸年間には瀬戸内海の海賊鎮圧の命令が出されている。彼らは当初は海賊行為を主体とした小規模な集団に過ぎなかったが平安後期に入ると 各地で在地の有力者が力を持ち始めた。陸上の荘園では、開発領主が武芸を持って、漁業とするようになり、武士階層の成立が進んでいく。一方、海上でも同じように海上の武力を持って、漁業とする海の武士たちが登場するようになった。桜井英治や網野義彦は、中世の海賊は、 管轄地に鎮座する神に仕える新人を自称しており、新域を通行する船から、初捕領や条文を徴収をすることを名目とした、ことから、山伏や悪党などと同様の性格を持った、武力集団だったとしている。封建という名目がある以上いきなり襲うことはなく、まず交渉を行い、決裂した場合には武力に及んだ。商船側も、 海賊の席を通過するときには、霊母と呼ばれる方を少し下げる作法を取るなど、中世の海賊行為は、敬語州と呼ばれ、一定の社会的な理解のもとに行われた。瀬戸内方面においては、摂津国渡辺津を本拠地とし、瀬戸内海の水軍系氏族の棟梁だった渡辺棟、その一族で13世紀の原稿に奮戦したことで、知られる、九州の松浦棟。 10世紀の藤原住友追悼に、伊予の水軍を率いて活躍した立花の縁保や、方言の乱語から、戦国時代まで東は四枠諸島から、西は某州、上野関まで、瀬戸内を勢力圏とした村上氏は、その代表的なものであった。奇州方面においては、別当市に代表される、熊野水軍が、代表格であり、自称、樹栄の乱においては、 不可思想などが壇の浦などで活躍している。これらは後に、茎水軍へと引き継がれていく。また、秋の小林川氏伊予の落氏や河野氏三浦半島の三浦氏関東五面線として活動した、津軽の安藤氏などは、陸の武士であると同時に支配下の宴会土豪からなる、水軍を要した、海賊州でもあった。中世の海辺の小土豪が結合して、 軍事力を持つようになった海上勢力を海賊州と言い,い、九州や瀬戸内海、紀伊半島、伊勢湾、江戸湾など日本各地で見られた。海賊州は陸の悪党と同様に徒党を組んでの略奪行為を行ったほか、海、上の席を設けて、捕別船などの通行量の徴収や金船を代償に取った船舶航行の警護を行い、 幕府などの公権力の統制を無視して、会場で独立した軍事力として活動した。彼ら海賊州は14世紀には活動を活発化させ、南北朝の動乱には南北それぞれの側に分かれて戦った。その後、室町時代になると、陸の権力が海にも次第に及ぶようになり、守護大名は、 周辺の海賊州を、領内の田畑を警護領の名目で所領として給する、代償に警護州に編成、海上軍事力に利用した。続く、戦国時代においては、軍事力、兵隊入送力の観点より、戦国大名の側から積極的に水軍の編成に、対する働きかけを行い、警護州を、陸上の土豪や国人と同じように家臣団に、組み入れていった。 また、農村に対する動員とともに漁村に対する水軍への動員も行われた。ご北上市では、相模田浦や武蔵本木の漁民に対して、くず船と呼ばれる大型漁船での操業を許可するという、漁業上の特権を与える代わりに有事に際して、水軍としての動員が行われた。彼らは平時には漁業に従事していたが、その際にも彼らは、 ご法上市の必要に応じて水産物を上納する義務を負うなど、平時の漁業と有事の水軍は表裏一体の関係にあった。当時、大量の海産物を新鮮な状態で調達することは困難であり、ご法上市は家臣団や他国からの死者、客人に対して上納された水産物を用いて供和したり、その加工品を 外交上の贈呈品とすることによって、自らの政治力を誇持することに努めたのである。このようにして、中世末期から近世の初頭にかけて、日本の海上勢力は自立した、海賊州から大名の統制に服して、貢献力の海上における、軍事力である水軍に転化させられてゆく。茎水軍の本拠地があった、羽城あたけ船、織田信長は、 勢力拡大の過程で、島の守護久喜市出身の久喜義高を親族させ、久喜市が率いる久喜水軍を主体とした水軍を編成した。吉高率いる小田氏の水軍は、長島一向一期の征伐や石山合戦に参加して活躍し、信長の死後には豊臣秀吉に引き継がれることとなる。秀吉はさらに、淡路や四国を領有するとその沿海部の領主として、 古外の戦国秀久、小西行長、加藤義明、脇坂安次らの武将を送り込み、それぞれに水軍を編成させて、九州征伐や小田原征伐に参戦させた。戦国時代後期から、江戸時代初期の大名が編成した水軍においては、畑船と呼ばれる数十人から数百人が乗り組む、巨船が配備され、巨船同士の大規模な海戦も行われるようになる。 畑船などの日本の水軍の軍船は流骨を持たない和船の一種であるが、縦板で厳重な防備が施され、大鉄砲や大砲など強力な武装が取り付けられるようになった。その代表的なものは、織田信長が明治、久喜吉隆が建造した鉄鋼船である。秀吉は、九州征伐翌年の1588年8月29日、刀流履礼と共に、 海上属船禁止令を発布し、海賊州の財源であった海上の席における、通行量を徴収や秀吉の許可を得ない、海外貿易などの活動を禁止、海上の土豪たちに、領主の支配に服することを命じた。この命令以降、村上水軍の野島氏は、毛利氏の家臣となって、毛利水軍を率いることになり、秀吉に直接服属した苦島氏は、 秀吉直属の大名に取り立てられて、豊臣氏のための水軍を負担することを命ぜられたように、かつての海賊州たちは、豊臣氏を頂点とした大名権力の水軍に再編を強制された。こうして編成された豊臣政権の水軍は、1592年に始まる朝鮮出兵に大々的に投入されることになる。豊臣氏にとって変わった徳川氏は、 海外進出に消極的で大船建造の銀令を発して諸大名に本格的な軍艦を建造することを禁ずるとともに、来島市を、文後森、久喜市を、摂津三田と水軍大名を次々に内陸に移して海事から切り離させた。徳川家康自身は五カ国領有時代から今川市、武田市の水軍を継承して、向井市、小浜市、 千賀市、間宮市からなる、徳川水軍を編成していたが、江戸への違法後はこれらが関東に随行してそのまま、江戸幕府の水軍となった。幕府水軍の拠点は、三浦半島の裏側と江戸の日本橋に設けられ、1631年に、建造された将軍の魚座船あたけ丸をはじめとする、巨船を要した。 しかしやがて鎖国の時代の到来とともに、幕府艦隊も縮小され老朽化した、安成丸も解体、本格的な水軍は日本から消滅する。江戸時代には、幕府や海辺に領地を持った大名は、選手組、選手方、選手衆などと呼ばれる水軍を持ち、幕府では、向井氏、長州藩では、野島氏、尾張藩では、 戦賀市のようにかつての海賊州の末裔たちが世襲して維持したが、戦争の絶えて久しい平和な時代にあっては、領内の海上交通を管理したり、領内巡察や参勤交代などで大名が船旅するときに船を出したりする程度の役割でしかなかった。そのような中で、瀬戸内海の四枠諸島を拠点とした四枠州は、人命と呼ばれる制度により、 幕府から保護され、いずれの大名にも属さない自治が認められていた。彼らは高度な航海技術を有し、幕末には関林丸の水夫としても活躍している。幕末に至って、欧米諸国を藩に、幕府や遊藩は近代的な艦隊の創設に向かうが、その時にはすでに海軍という用語が用いられ、水軍の名は過去のものとなる。しかしながら、 幕末の海軍創世紀には、先の四枠諸島出身者をはじめとした水夫たちの、かなりの人員が、水軍の伝統ある地方の出身であった。安藤水軍、安藤市気仙沼水軍、加西市房総水軍、里見市伊豆水軍、北条市駿河水軍、今川市熊野水軍、北畠市、小田市島水軍、北畠市淡路水軍、三好市、四枠水軍、 三好市木津水軍、下水水軍、浦上市、浮田市村上水軍、毛利水軍赤間関水軍、大内市、東市丹後水軍、天子市土佐水軍、長宗壁芝西馬水軍、河野市後藤水軍、松浦市文字水軍、大友市文後水軍、大友市中国では、南線北馬という言葉があるように、長江を中心に水路が入り組んだ南方において、水軍が発展した。 維新南北朝時代、五代十国時代、南宋時代のように、中国が南北の勢力で分割された時、水路が入り組んだ南方高南の諸国は水路を点検の守りとし、強力な水分を要請して、しばしば北方の基盤兵力を要して、軍事的に優越した河北諸国の軍を撃退することに成功した。一方海上について見ると、 中国の東方には広大な海が広がるが、歴代の統一王朝は首都を内陸の冠中や河南に置いたことから、明らかなように国家の目は内陸に向いており、本格的な海上兵力を要請して海外に直接国家が乗り出していったことはあまり多くない。しかし、東以来、全自南方の沿岸に海外から交易に訪れる外国の海上勢力が増すにつれて、 中国においても海の持つ経済的な重要性が上昇し、元においては南宋地下の湖南で養成された水軍を活用して日本や東南アジアに対して積極的な遠征が行われた。湖南から河北への物資の海上輸送が大々的に開始されたのも現代のことである。14世紀に元を滅ぼしたキラにおいては 当時中国の沿岸部で調領していた和光と呼ばれる海賊勢力を遠ざける必要もあって王朝を脅かす恐れのある海上勢力の銀圧策が取られた。具体的には民間には海外進出を禁じ公的には貿易のルートを兆候のみに限定海禁政策を守り和光を打ち破るため民においては強力な水軍が要請された。この民の水軍は 秀吉の朝鮮出兵に対して、李氏朝鮮への援軍としても派遣された。明の第三代、英楽帝は帝は率いる大規模な海上艦隊を編成して、東南アジアからインド洋、アラビア海まで派遣しているが、このような国家の水軍による積極的な海上進出は民進時代を通じて、むしろ例外に属する。明の滅亡後は、 亡命政権の劉部は南方に逃れて、海戦に不慣れな清氏に対して低成功らが、しばらく抵抗を続けたが、清氏は海軍を強化して、宝庫海戦に勝利し、征服。この後、海外交易の抑制政策は、民のものが、基本的に、真でも維持され、水軍は、中国の南方を中心に、海賊勢力に対する、防衛力として維持された。 19世紀に入ると、ヨーロッパの進んだ海軍力に対して、真の水軍はほとんど無力であり、1840年のアヘン戦争に大敗を喫する一員となった。アヘン戦争の講和条約によって清は、開国を余儀なくされるが、それでも水軍の再編を行わなかった。清が水軍の再編について真に、危機感を抱いたのは、 中国の南方の広い地域を巻き込んだ太平天国の乱において、その鎮圧に強力な水上兵力が必要とされた時であったが、イギリスからイギリス軍人を司令官とする艦隊を真の海軍とするよう提案されたのを拒否し、近代海軍の設立は再び先送りされた。清が水軍再編に対して思い腰を上げたのはようやく日本の台湾出兵によって、 屈辱的な和平を結ばざるを得なかった1874年であった。翌年、清市は海洋水史の創設を布告して近代海軍の創設を決定し、伝統水軍の時代は終わりを告げる。三方を海に囲まれ、中国ほどの大河を持たない朝鮮半島では古い時代から海上交通の比重が高く、沿岸部では 海の戦場生活に慣れた海民が活躍した。最初の統一王朝白木の時代には、清見陳対士、張歩公が中国、日本まで股まにかけた東アジアの大会上勢力を築き上げた。第二の統一王朝後来は、半島の南北から租税の米国を首都の海上に改装するために海上ルートを利用し、また、 北方勢力に攻められた時には海を活用した。13世紀には、将来は、モンゴル帝国の攻撃を避けるために首都を、高架島に移して、数十年にわたる交戦を続けた。モンゴルの元朝に服属した後は、属国として、その日本政党に多大な負担を払って、水軍の将兵や船舶を提供するように命令され、多くを失った。 日本沿岸で発見された原稿の船のほとんどは、高麗船であった。14世紀後半になると、駒も、中国と同じように和光の入港を受けるようになり、しばしば多大な被害を受けた。和光は数百層からなる船団をなして、半島沿岸部の諸都市を焼き、高麗の海船を襲って、人と米を略奪した。和稿は、駒正木軍と、ほぼ互角の戦力を有していたが、 高来は中国から賜った火薬を使用することで和光を追い込んでいき、李成桂が和光の首領はただ抜け都を討伐したことで前期、和光は壊滅した。高来は水軍の兵力を維持するために元の先古制、民の援書制に習い、宴会の諸州軍の水上生活に慣れた住民を3個に1個の割合で水軍に編入し、 水兵を拠出しなかったとには免税の代償に、兵士の家族の扶養を義務づける水軍マンコの性を敷いた。高来にとって変わった李氏朝鮮もこの性を引き継ぎ、宴会部に水軍マンコを設定、それを統制する役所として水軍マンコ府を置いた。また、朝鮮は行政区画である道ごとに水しを置き、角道の水軍を統括させた。特に、 日本に面する南方に位置し、道内に複雑な多島海域を有する全羅道と、継承道の二道にはそれぞれ左右に陰の水しが置かれた。道内の水軍万戸は、それぞれ15万戸と多かったが、海上交通の治安維持が目的であり、日本の室町幕府の衰退によって再度活発化した、後期和光に対することしか念頭になかった。 1592年に始まる日本軍の侵攻で、朝鮮水軍は当初、壊滅状態に陥ったが、全羅左水し、李春心が自ら建造を命じたと言われる、喫光船を2、3隻含む数十隻の艦艇を率いて反撃。日本軍に大きな被害を与えた。ありがとうございます。